インターハイエペの勝ち方教えます。まずね、この4人の共通点といえば、うん、エペ種目をちょっとやってた、はいはいはい、やってますね。大学の時に、うん、サブキングとダイマと僕はいろいろ頑張ってたんだけど、はい、2種目目としてエペもやってたし、カダ君はメインでエペを頑張ってた。エペ人なのね。エペ人。サブキングは今エペのナショナルチームでやってるんで、まあ、いろんな意見言えるんじゃないかな。まあ、はい。しかもインターハイはまあまあいい成績みんな残してるみたいな話。まあぼちぼちね。ぼちぼち。優勝した人。はーい。1年生の時に個人優勝して、3年生の時に個人優勝してます。で、岡田くんが高校2年生の時に、ベスト8。おーです。はい、ということでインターハイのちょっと、思い出でも語りますか。はい、どうも。インターハイの特徴についてまずちょっとまとめたいんだけど、まあフルーレでもまとめて、フルーレ前回もまとめたけど、エペとサーブルはまたちょっとルールが違うんだよね。そうそう、県で、フルーレは2名出れて、うん、エペとサーブルは1名しか出れなくて、うんうん、そうだね、1人しか出れないから結構予選からバチバチしてたのはあるよね、うん、そうそう、あるある。1年の時のエペは、うん、俺背チビだし、うん、そんな技もないから、うん、ずっとノンコン使ってた。そうなんだ。やり合ったらなんかよ負けると思って、で先生からもなんか無理して勝負することないって言われて、だからほぼ決勝まで15本取ってないし、なんなら1本とか、だから決勝の時点で結構元気だったの。なるほど、なるほど。3年生で優勝した時にさ、インターハイの予選の時にちょっとハプニングがあって、うん、これもバレたら絶対怒られるんだけど、うん、同期に左利きのやつがいて、はい、そいつが前日かなんかに全部の剣を左にしたんよ。エペ剣って共有だったの、自分の持ってなかったから、学校の剣を全部左利きにして、うん、そういうこと。1本しか右の剣なくて、で予選中に壊れたんよ、うん、で剣持ってきてって言って剣見たら全部左利きなの。だから俺左利きの剣あるじゃん、うん、あれをこう逆にしてこうやって持ってフェンシングした。ヒルトも全然ヒルト、だからヒルト変える人がないから、あ、じゃあこう、本当になんかこう持ち方をこう変えて、そう、持ち方真逆にしてだって、ちなみに予選1位通過したマジか。いや、これ何もよかったね。そう、絞られるから技も知らないし、操作もできないから。そうだよね。バンってやって、はい、で、予選から本戦内で何で全部左なんだって全部右に変えてやったんや。あ、そうなんだ。1位通過、予選1位通過の優勝っていうか。ちなみに言うと、1プール1番、1位通過1位だった、うん、1人だけ人数多かったんよ。あ、もう多いよね、確かに確かに。だから、1位通過して、そのままするって感じかな、の思い出は。そんなあれがあったのね、知らなかった。これは、鳥の試合で、まあ、エペで行って埼玉ね。そう、埼玉の試合で、で、俺がなんかその対戦相手とやってた時にハンデル打つ瞬間に雷が会場に落ちた、マジで落ちた停電したんよ。ドーンってなってんで、しかもその時俺多分ついてたんだよね一瞬でドーンって落ちたから、そしたらその審判が、まあ、あの中田さんなんだけど、その後電気が普及してね、ついてましたよねって言ったんだけど、あまりにもその雷の印象が強すぎて一切なかったことにされて、で、その試合負けました。え、じゃあ中田さんのせいだ。そうです。雷のせいだ。あ、そうだ、それ雷のせいです。そうなんだ、うん、っていう思い出しかないな。なるほどね、うん、はい、はい、ってことで、いろいろ話してもらいましたけど、はい、じゃあ実際この動画のタイトルはインターハイのエペの勝ち方なんで、そう、じゃあ皆さんにエペの勝ち方をボードにまとめていただきます。そう、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ僕からお願いします。ババン、利き手の剣を3本は用意する。確かに気づかなかった俺もそれは。そうだね、これね、みんな当たり前にできてるから、うん、あんま気づかないかもしれないけど、できない。なかなかね、なかなかないな。確かにそのね、その学校によってはもうそういう連と同じような状況になることもあるんだね。大学の時も俺結構さ、剣なくてさ、吉沢に借りてばっかりだったんですよ。確かに。学んでないじゃん、じゃあ。借り物系フェンサーだ。でも俺、なんかの試合、フルレだけど、連に剣借りて優勝したんだ。エペって特にさ、道具大事だよね。そんな、まあ、そうね。ポイントすぐ壊れるし、やっぱ予備の剣とか、そう、メンテナンスすごい大事だから。道具のメンテナンスは一人でできるようになった方がいいし、剣とかも自分で買った方がいい。そうね。
借り物ばっかり良くないよね。まあなくても優勝できるんだけどね。どはいって感じです。はい、ありがとうございます。僕はですね、はいはい、まあそのエペのインターハイとかもそうだったんですけど、うん、これだよ、ババン、時間をうまく使う。そうだよね。まあよく言われるんだけど、勝てない相手に無理に15本取る必要ないのよ、うん、やり合ったら絶対上手い人の方が勝つじゃん。そうね。まあでも俺多分やり合っても結構いけたと思うんだけど自信かな。だいぶ本当にエペさ、いかねえ、加藤先輩とさ、やったって覚えてる、はい、なんかあれ、1対2とかじゃなくて、うんうんうん、1対2ってない。ないのよ、なんか1-1でアドバンテージみたいなやってて、ハマってる、何だって気合いのパレね。すごいよね。なるほどね。っていう、こっちは勝ちだもん。そうだね。自分のストロングポイントで勝負するのがね、一番勝ちに近づくと。素晴らしい。それは確かに。はい、はい、はい、じゃあお願いします。はい、もう僕はこれです。雷に注意。天気予報見ろ。天気予報見ろ。どうしようもないやつ。あのね、やっぱそのちょ天候に左右されるんだなって、室内競技だけど。確かにね。まあまあ。っていう驚きもあったんで。一回しかないけど。だから、まあインターハイもし雷が鳴ってたら、その時は。止めた方がいい。そう、止めた方がちょっと今鳴ってるんで。ちょっと今雷鳴ってるんで。ちょっと今鳴ってるんで。ちょっとやめましょうって言った方がいい。もったいないもんね。もったいない。点取ったとて消される可能性だってあるから。なるほど、うん、だからこれです、okay. 注意しましょう。はい、はい、じゃあ最後岡田君お願いします。僕はこれです。手長エビ JPN です。はい、手長エビ JPN って、僕あの高校時代ずっと手伸ばしてたんですよ。身長182センチあって、うん、もうエペは先に着いたら勝ちだから、うん、僕の身長生かして、うん、もうずっと手だけ伸ばす、ずっと、うんうんうん、もうそこを後輩たちから手長いジェピエルって呼ばれてた。いじめられてたよね。いじめられてない。おお、気づいてない、気づいてない、気づいてないかもしれないけど、ずっとこうやってやってる。なんだろう。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。はい、はい、この動画を見たってことはね、エペの選手はインターハイエペ優勝してるところだから間違いない、はい、今後もフェンシング、エペフルーレ関わらずいろんな動画を出していこうと思うので、よかったなと思う人は高評価、チャンネル登録、あとコメントね、コメントよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあお願いします。それでは旅のみんな、お手を愛着よー、えい、長エビ JP、手長エビ JP にやってる。ちょっと言いやすい、手長エビ JP。